ボルドマーカー潜った瞬間にインク回復するんだけど。インクほぼなくならないんだけど。ちなみに違う武器だったら、まあ、ボム投げるとこんくらい、ちょっとインターバルがあるんですけど、ボルドマーカーだったら、そんなインターバルない。ビーコンだからってのもあるかもしんないけど、インク回復するのが早すぎる。ちなみにこれは、プロモデラーでも同じです。インク回復が早くなった。あと足元の塗りがね、しやすくなりました。地面が塗れるようになった。メイン性能をつけたことによる爆風範囲が広くなる。え？やば。めっちゃ爆風でかいんだけど。逆にエクスプロッシャー爆風ダメージが全然入らなくなっちゃった。今まで届いてたところが、範囲が狭くなって、倒しづらくなっちゃったのと、あとインク消費量が増えました。すぐインクなくなっちゃう。カーボンローラーはこの動作が速くなったみたいです。横振りした後のイカ移動の潜るスピードが若干速くなった。ヘッセンは中央のこのインクの塗りの範囲が広くなった。確かに左右に比べると真ん中のがでかい。チャージしながらのジャンプ力が上がりました。リールガンは、疑似二角が出なくなっちゃった。99.8。限界ですね。これが限界だ。え？洗濯機弱くなってるのかわからないんだけど。これ当たって倒せるんだけど。なんか渦巻きの判定が、少なくなったらしくて、当たりづらくなってるらしいんですけど、全然当たるじゃん。ソイチューバーの意味のわからない強化。これやばくない？チャージキープがすぐにできるようになったという。これやばいな。ココア持たないと勝てないからさ。積極的に持ちたいんだけどさ。ココア持った時に、前に出れるかって言われると前出れないんだよな。あんまり。出れる状況じゃなかったんだよ。変な時持っちゃった可能性もある。上いないしね。ここいるよ。あ。待って、上からめっちゃ来てんだけど。なにこれ。思ってた。チャージャーがすごい肩できたよ。ナイス。うん、ごめんね。ここにあるからね、ホコ。面白かったね、さっきの、チャージャーね。うん、チャージャーあ、ナイス、おる。チャージャーハマってないけどね、たまたまね、持ちたかったから持ってる。うわ気持ちいい。ヒモティン、ヒモティンよ。ホコ割ったら二人やった。だからリッタ強いじゃん。勝てんじゃん、リッタ俺。俺のリッタ強いじゃねえか。やるじゃねえか。